ようこそ犬の行動専門家ドッグトレーナー瀬川です。今回は犬が年を取ると、ね、行動が落ち着いていくのかな、若い時とか子犬の時とかやんちゃぐれしてわー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 騒いでるだとか問題行動を起こしている犬が年を重ねていった時にその行動が消えていくのか、それはどうなのっていうことについてお話ししていこうと思います。結論から言うと、年が取っても行動は落ち着かない。まあ落ち着かないっていうとね、ちょっとね語弊があるんやけれども、皆さんが考えているような年を食って丸くなってで成熟していくような、そんなイメージはないと思っていて、それはなぜこういうことになっていくかっていうのを解説していくね。まず年を取っていって成熟しておとなしくなったりだとか行動が、ね、消えていく。これはね、普通皆さんが思い描いているようなありえないね。なぜかって言ったら人間でも同じやから。人間でも年を重ねて、ね、成長していって50歳、60歳、70歳年を取っていけばいくほどおとなしくなったりだとか成熟して丸くなったりだとか、ね、全員がなっていくかって言ったらそうじゃないやんか。年を取れば取るほど尖っていくだとか、ちょっとね言葉悪いけど老害とかいう言葉があったように、年を取れば取るほど逆に難しくなっていく、気難しくなっていくっていう人もいるやん。それは犬も同じやね。それは人も同じで、この子たちも同じ。年を重ねてね、食ったからって言って必ずしも丸くなるわけじゃないね。でも実際に行動としては落ち着いたように見えていくことがあるね。それがなんで起きるかって言ったら、ただただ体力の衰えで行動が減るだけ。頻度が減るっていう感じで受け取ってもらえたらいいかな。問題行動が若い時っていうのはいっぱいいっぱいね、出るわけ、出やすいわけで、そういうのは体力や気力、ね、精神力とかがまだまだ若い時はみなぎっているから、どんどん活動的に行動する、それができる。で、年を取っていけばいくほどそういった体力とか気力、精神力が低く衰えていく。それは人間一緒やんか。年を取れば取るほど、もうムキムキ体がうおーってなっていって、元気100倍みたいな、そんな人間おらんや。やっぱり年を取れば取るほど、まあ50代、60代になっていくと体力と精神力でね、衰えていくやんか。でそこで、頻度、若い時ほど頻繁には問題行動だとか、やんちゃは起こしにくいんやけれども、やっぱり起きる時は若い時と同じようなトラブルだとか、問題行動だとかしてほしくないことを犬はしやすいわけ。ここで皆さんがね、誤解しやすいような、年を取ったら落ち着くっていう風なのは、問題行動がなくなったり消えたりするんじゃなくて、頻度、起きる頻度が減っていくのは減っていくね。ただ、年を取ったら、ね、問題行動が消えて、まるっきりおとなしくなるかって言ったら、それはまたちょっと違うわけ。私のしつけ教室やね、出張の訓練ね、しつけ、そういう依頼でよくあるんやけれども、あと何歳ぐらいになったら落ち着くんでしょうかって言われるんやけれども、まあ、体力の低下は、まあ、大型犬やったらね、7、8歳ぐらいから起きたりだとか、小型犬やったら10歳ぐらいからとか、まあそれぐらいからは低下しますけれども、そういう問題行動が消えるっていうのは思わない方がいいですよっていうふうに説明する。でそういうふうに、年を取ったから全部が解決するっていうわけじゃない。人間でもそうですよねって。年を取って全員が犯罪を犯さないような世の中になっていきますかって言ったらそうじゃないやんか。悪い政治家なんかやったら年取っていっぱい捕まってるやんか。そういうことね。人間でも同じ。年食ったらあなた自身もそうやって、も私もそうよ私も年食っていって、10代20代に比べればまあ多少はいろいろ知識がついたり自分の立場とかがあって犯罪は犯しにくくはなっていってると思うけども、年を取っていけばいくほど例えば性格で他人に全く怒らなくなるだとか、ね、年を取れば取るほど勤勉に勉強していって自分の知識をねプライベート削ってまで、ね、身を粉にしてまでやって仕事をしていくかって言ったらやっぱり難しいなーって思うわけや。犬も一緒やねん。やっぱり年食っていけばいくほど、まあ、ね、年を取っていけばいくほど成長していけ成人のような犬に全部がなっていくかっていったらやっぱそうじゃないわけや。年取っても問題行動を起こしてしまう子は起こしてしまうわけ。だから、しつけっていうのはかなり必要。ね。しつけっていうのは、ただただこれしなさい、あれしなさいじゃなくて、お互いの関係を良くするっていうのがしつけになっていくからね。命令するのがしつけじゃないからね。例えば今ここやったら私のね、愛犬のこの子、
こういう風に撮影するときはここにおとなしくしてねっていうのを教えてるから、今ここでね、まあ退屈やけれども待ってくれてるわけ。まあ待ってたら後でご褒美があるから待つ。そういう風な関係しつけを作って、じゃあこちらがね、メリットを提示するからそれに従ってね。じゃあこの子は分かった。じゃあそれにはちょっと従おうじゃないかっていうので、ここでおとなしくしてくれるわけ。こういう風にして、お互いのメリットを上手に伝え合って、この時はこうしてねっていうのをしつけでやっていかないと将来おとなしくならないね。例えば触って噛むようであれば、触らなくて、触ろうとしただけ噛まなかったらこういうメリットがあるようだとか、こういう安心感があるようだとか、そういうのをやっていかないと、年をとっても噛む子になってしまうし、散歩でもそう、散歩の時に2歳3歳でわー引っ張るなーって言っても、ちゃんと対処して正しく犬の気持ちを理解して、あ、この子は怯えてるから散歩で引っ張るんですねとか、そういうのを理解してないと、年をとってもやっぱり散歩っていうのは怖いと思って引っ張るっていうのは治らないね。年をとって勝手に犬が落ち着くっていうのは考えない方が無難。やっぱり年をとって相談に来られる方も多い。うちの犬今7歳なんですけど、8歳ですけど、これいつ落ち着くんでしょうかっていうのがある。うん、まあその年でそれぐらいなら落ち着くのは、まああまり期待しない方がいいんじゃないみたいな宝くじ買いますかみたいなそんな確率じゃないけれども、あまりよろしくないわけや。やっぱり年を取ってからでもしつけっていうのをやっていかないとあかんし、しつけっていうのは年を取ってもやれて、教えて成果を上げていくっていうのはできるから、やっぱりやっていった方がいいよねっていうことね。そういったレッスンを私のしつけ教室ね、出張のしつけ教室とか出張訓練とか、そういうのでやっているんで、もし興味がある方は下のコメント欄覗いてみてやってください。そちらの方からね、今やったらちょっと期間限定でちょっと初回のみの特別なキャンペーンをやっているので、ぜひお得になると思います。では次回もどうぞよろしくお願いします。それじゃあね、またね、バイバーイ。